なもの映ってない？ここら辺。大丈夫です。大丈夫？はい、始まりました？始まりました。こんばんもーい。こんばんもーい。あれ？映らない。あ、え、なんか猫かげいた。あ、ちょっと近くない？近いし、色悪くないですか？なんか、あれ？調整してなかった。下、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 下。え？え？あ、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 見えた、あ、見えた、あ、あ、ちょっとカメラ動かしますよ、皆さん。気持ち悪くなったらごめんなさいね。すいません、段取りが悪くて。おかしいな。さっきあんなに綺麗だったのにな。あ、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 あ。すみません。もう謝ってくれた。あれ？あれおかしいな。何があった？なんかすごい斜めじゃないですか、しかも。今日そういう日？すごい。すごい。なんか水平感を失っている。いや、あ、色きた。色きた。すいません、ちょっとバッタバタしておりまして、バッタバタした上に色悪くてごめんなさい。来た？来た？Thank you. Thank you so much. あれ？開いたやつなかった？私も店頭で日本語貼っちゃってるから。あー、オッケーです。ありがとう。それ当てちゃって大丈夫です。ありがとうございます。少々お待ちください。私の血色が少し良くなった。あ、これで映るかな。大きい子も、大きい子も映るかな。これ呼んだら来てくれるのかな。というわけで、すいません、お待たせいたしました。改めまして、アルティスタ .com 始まりましたが、画面大丈夫ですかね。ちょっと顔色ちょっとさっきより良くなったかな、かな。というわけでやっていきますか。改めまして、アルティスタドット始まりました。違う、始まりました、アルティスタドットコム、略してアルドコー。はい、この番組はですね、工房アルティスタの、キャラさんの新商品や既存商品、イベント情報などを紹介する番組です。なんか見えてますね。お相手はイベント担当ガラさんと、そしてどうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。ギスといいます。よろしくお願いします。はい、ジンギスカンのギスくんが今日は来てくれました。ギスお疲れ。画面いっぱいにギスくんですね。あ、いらっしゃいませ。どうぞおゆっくり。ゆっくりしてってください。今日は、あ、そうだ、早速ギスくんがいるからね、今日お話ししようと思ってたの。あれ、ギスくん、いい動画上がってたね。皆さん見てくれましたか？ジンくんのツイッターから上がってたかな、ギスくんの応援団長の動画ね。毎日頑張る皆さんを応援してみたんだね。あ、動画ありがとう。朝から元気出たの。だって、よかったね。力強く応援してたもんね、みんなのことね。
頑張れ頑張れってね。なんかもう炎みたいなのも出てたよ。なんかうわーってなってなかった？気合いみたいな感じで。そこまで出てない？ギス君が出してたわけじゃないの？あ、そうじゃない。あ、そっかそっか。あー、よかったです。皆さん見てくださったんですね。ありがとうございます。そうね、あー、今日頑張らなきゃなーっていう時にあの動画ぜひ繰り返して見ていただいて、ギス君からパワーもらってください。素敵な応援団長でした。で、先にお話しするとですね、工房アルティストだった今、通常通り営業はしている。どうした？大丈夫？通常通り営業しているんですけれども、キャラさんの登場をですね、一部ちょっと、一部というか一時お休みさせていただいております。その代わりというわけでもないんですけど、なんかね、少しでも楽しんでいただければと、コボアルティスタのツイッターや YouTube、 そしてジンくんのツイッターなどからね、いろいろな動画とか写真とかをアップしていけたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひこちらを見ていただいて、少しでもね楽しんでいただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう確定でいいんですよね、日曜日。はい。はい。そしてですね、今月中なんですけれども、ちょっと、臨時ではありますが、購買部店頭ですね、日曜日少しお休みとさせていただこうかなと。次で言うと、5月だから、23と30の2日間か。23と30の2日間を、コボアルティスタちょっと出勤日数を減らそう。そうですね、緊急事態宣言を受け、はい。少しでもね、ちょっと外に出るのを控えようかみたいなのがありまして、その2日間一旦ちょっとお休みとさせていただくことになりました。大変申し訳ございません。6月以降につきましてはまたいろいろと決まりましたらご案内させていただこうかなと思います。はい、そうです。金土月は通常通り営業いたします。日曜日だけね、ちょっとお休みとさせていただきます。今月中ですね、今月いっぱいのお話です。ありがとうございます。おまとめありがとうございます。で、電脳購買部につきましては通常通り、ご注文引き続きできるようになっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。よろしくお願いします。あとお話、ありがとうございます。今コメントであったけど、土方くんのガラポン嬉しかったっていうコメントがありまして、そうなんです。あの YouTube にね、いろいろ動画を今アップしてるんですけど、その中で先日発売された土方くんくじ、土方くんのお誕生日にねあったやつね。お腹つかかった、大丈夫。土方くんくじを、土方くんに回してもらおうと思ってね、準備して回してもらったんですけども、途中からちょっとね、乱入者が、くせ者というのかな、現れまして、大暴れしていくというね、うんうん、大変バタバタした動画が上がっております。もう土方くんはとてもかっこよく映っておりますので、ぜひぜひご覧ください。俺もそう思う。かっこよかったよね。しかもね、とっても素敵な、キラキラが出ておりましたんでね。キラキラが出ておりましたので。ぜひそこもお楽しみに見ていただければと思います。すごいです。本当にすごい。うちのキャラさんは引きが強い。この間もジンくん最後の最後に金出してたしね。見た？すごかったよね。ちょ、ここでも感動しちゃったもん。というわけで皆さんもぜひ YouTube 動画もね、
引き続き楽しんでいただければと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。噛んだはい、そう、サンリオキャラクター大賞が、うん、ツイキャスコラボやってますね。今、継続中なんですか？昨日、一昨日ぐらいから始まったんじゃなかったっけ。これは、なんか、うちでなんか、推しキャラクターみたいな登録みたいなのがあるんだけど、でも皆さんが押したら、みんなの推しが押せるのか。配信者さんは特に何も、ちょっとよく分かってないんだよね。分かってない。スタンプいっぱい来てる。みんなの推しが分かりますね。メルちゃんがいっぱい。メルちょっと今見てみていいですか？はい。バラさんね、バラさんのサンリオ好きなもんですから気になってしょうがない。そんなことないですけど。あ、何？なんかキティしか出て、キティさんしか出てこないと。配信者の推しキャラ見設定です。あ、ゴマさんだ。こんばんは。あ、なんかしかも押しちゃった私。こんばんは。キティさん押しちゃった。あ、リリ？間違えちゃった。私の推しは。ポチャッコ。かわいい、ありがとうございます。おまさん来てくれてるよ。こんばんは。今日自分の推し登録してあれば推しが出ます。どこで登録するページがあるんだろう。マジでこういうの苦手。そうか、キャラクターと普通にいじり始める。キャンペーンの参加はこちら。ああー、なるほどなるほど、そういうことね。あーは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 は、わかりました。気になる？気になる？今やるなっていうね。あ、今日なんですけど、一部新商品のお話はありますが、ちょっとそれ以外特に新情報が今日はないかな、ないかな。ので先に新情報をね、あの新商品とちょっとお知らせだけさせていただこうかなと思います。はい、はい、ただいま ただいまですね、コバイブ店頭でも、引き続き先日行われたイベントのグッズなども販売継続しておりますが、あ、そうだそうだ、これのね、ご注文も無事締め切りまして、たくさんのご注文ありがとうございました。メッセージマグですね。いろんなね、皆さんのメッセージが見ることができて面白かったです。ありがとうございました。で、改めてこちら作成が完了しましたら、いつも通りですね、発送となりますので、ちょっとお届けまでお待ちくださいませ。取りに行かなきゃ。あ、お待ちしてます、ありがとうございます。で、あとは土方くんの新商品も継続で、完売商品以外は引き続き販売しておりますよと。あ、土方くんのパーカーT シャツとかって受注締め切りまだ詰めてないんですよね。まだ続いてるんですかね。続いてるはず、そこも締め切り日程が決まりましたらご案内いたします。あ、そうだ、猫影のパーカーもツイートしてあげてください。公式から出てないですよね。大変申し訳ございません。ご紹介させていただきます。猫影のパーカーがデノコバブで購入できるようになりました。で、黒に関しては受注販売で、白がちょっとメーカー欠品していて、ちょっと大量にはちょっと今回お作りできないんですけれども、ご注文はいただけます。デザインはこの間販売した、猫影ドロン T シャツと同じデザインですね。ガマと煙っていう2種類でございます。とってもかっこいいんで、ぜひ
チェックしてみてください。 T シャツ、ビッグ T シャツ、プルオーバーパーカーの3種類ですね。今猫影で注文できるのがね。キス君呼ばれてるよ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。どうぞおゆっくりあ、なるほどね。で、竹谷さんやってみたんですか。なんか登録画面がいろいろ出てきたから戻っちゃった。かわいいほんとギス君がいるおかげで私はこんな安心してね放送しておりますよ。いつもありがとう。あーどうもご丁寧に、どうもあ、でですね、キャラグッズとはまた別なんですけれども、ただいま大人気商品でございます作家のあっことりさんの、そう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 、鳥さんね、鳥さんのグッズ、こちらの新商品が出ましてご案内させていただこうかなと思います。これちっちゃい方のカメラの方がいいのかな。はい、あ、サブオンできます。はい、サブ私の上あたりに出るかなここらへんはい、さあ出ました。はい、まずはこちら、ギス君を壁に、マグカップのショーですね。こちらの新デザインが出ました。鳥さんが一列に止まり木に止まってますね。ピント見えるかな。通常のマグと比べるとサイズはこんな感じ。伝わります。このマグも、新商品として並んでおります。ん、あ、そうですね、こちらはシマエナガさんです。知らん知らん。あの何回か飲むぐらいがちょうどいいかな。これ私これぐらいコーヒー飲むのが好きかなそしてそして新商品さらにございます。これ今日入荷、今日入荷しました。マスキングテープ2種類ですこれね、デザインがめちゃめちゃ可愛くて、これ公式ツイッター上がってたかな。あと1個ずつ開けてお見せしてみようかなと思います。鳥さんね、さっき鳥さんの真似してたの、ギス君かわいい。あ、少し大きくします。かわいい。ちょっとギス君ごめんねするけど、あーごめんごめんごめん、ありがとうありがとう。そこまで行かなくてもいいのよ。よいしょよいしょ。優しいね、キツくんは。できる羊だわ。今ちょっと見やすいように位置調整しますね。まずは、あ、こんばんは。今来てくださったかな。で、まあっこ鳥さんの、シマエナガのデザインの新商品ご紹介しております。アシスタントにジンギスカンのギスくんです。ちらって見てるねピントは来ていますか。
とっても可愛いです。タイトルがふわふわコロコロって名前です。可愛い。こちらともう一種類、もう一種類がこちら、見えるかな。これ一個ずつこう正方形のねデザインの中にシマエナガさんとか素敵なねイラストが入っているんですけど、見えるかな、ピントがちょっと、まあ、改めてあのお写真でもね見ていただけると分かりやすいかなと思うんですけど、色合いが本当に素敵なんですよね、小鳥さんのグッズは。こちらのタイトルが、とても可愛い、窓辺の妖精というタイトルのデザインです。こちらの2種類が本日入会したいたしまして、購買部店頭も本日もうすでに並んでおります。ぜひぜひチェックしてみてください。で、電脳ももう並んでるでしたっけ？少々お待ちくださいね。少々お待ちくださいね。まだってきた。まだだそうです。登録されましたらご案内いたします。ね。きりみちゃん？きりみちゃんですか、竹内さん。きりみちゃん。いいですね。ひるみちゃん好きそうですね。私もやってみよう。だってこれ、だってグッズコラボ、橋さんじゃないんですか。働け。ちょっと待って、嘘でしょ。違う、それを言いたかったわけじゃない。どれのこと言って、キリミちゃんの話。竹内さん鮭とか好きだからね。それね、それね、そう。あ、なんか私なんか登録できなかった。諦めた。悲しい。俺に言ってんのかと思った。社長働いてないのかな。でもね、通常通り営業も行っておりますので、ちょっとね、並行して行っております。私たちはここで放送して、購買部チームは購買部営業してくれてますんでね、今。よろしくお願いします。はい。購買部の方守っておいていただいてね。で、あと、新商品とかお見せできるものは、今日のところは、ないかな？ない？ジンくんじゃない、ギスくんからも。じ。あ、ちょっと突っ込まれた。ちょっとだけ突っ込まれた。ないね。オッケー。じゃあまた、新たな情報が入りましたら、ご案内をさせていただきます。サブカメラ、はい、大丈夫です。あー、そうですね、ちょっといろいろと、いろいろバタバタしておりましたが、大変お問い合わせを多くいただいておりまして、電脳購買部にてテレビ父さんのぬいぐるみの扱い、取り扱いを開始いたしました。父さんね。テレビ東さんのぬいぐるみの取り扱い、今がぬいぐるみ S ボールチェーンついてるやつかな、ぬいぐるみ M ですね。あれ M か、あ、 M か、あ M に当たるんですよ、あれが M、 うん、ボールチェーンついてるのは S って、あれか、テレビ東さんの売ってるストラップのやつか、うん、あ、そうそう、 M ね。まあ、あの画面上どこにも M っていう表記はない。あ、まあ、こっちの通称か。そう、我々のボールチェーンがついてるぬいぐるみ、はい、が今在庫あって、あと特大、これ特大と、あとその間の台、ボヨヨーンってなるやつが台なの。あ、
およよーんってなるやつが大なんですけど、そうおよよーんってね、それがただいま欠品中。はい、はい、もう完売してしまいました。はい、店頭も完売してしまいました。うん、はい、ありがとうございます。でこちらはちょっと、再入荷に関してはちょっと未定となっております。はい、はい、ですが、まあ、ぬいぐるみとかはね、あの扱っておりますので、ぜひぜひご覧くださいというのと、ジンくんのぬいぐるみ中ですね、中サイズ、こちらもですね、大変ご好評いただいておりまして、ただいま欠品中なんですけれども、6月の中旬頃には入荷できるんじゃないかなと予定しておりますので、改めてお知らせいたしますので少々お待ちくださいありがたいことに皆さんに長く愛されていきたいですねめっちゃキリミちゃん押すじゃん、めっちゃキリミちゃん押すじゃん、私も押したいのに、なんかメールアドレスエラーでできなかったあらあらららいや、喜んでいただけてよかった。こっちも心の準備がなかったからバタバタしてしまってご迷惑をおかけした点もありますが、なんとか本日乗り切っております。たくさんご注文いただいているのでね、あの順次出荷をしていきますので、ありがとうございます。はい、お待ちくださいませ。あ、いいよいいよ、大丈夫だよみんなね、YouTube とか見てくれたら嬉しいな。あ、かわいい。トカゲと変身だ。かわいい。わー。じゃあ、ディスクもちょっと出荷班としてお手伝いよろしくお願いしますね。気合いね。気合が入らないときは、自分で自分を応援すんの。奮い立たせるタイプ。あ、そっか。ふつふつとね。で、皆さんは、ああ、頑張れないかなってなった時は、ギス君の応援見てもらうのね。ああ、いいね、いいね。ああ、お友達からね、連絡が来たんですね。ありがとうございます。あ、ハコさん、お疲れ様です。よろしくね、だって。あ、そう、空港店もね、どうやら、ジン君、もう完売状態らしく、ありがたいことに多分どんどんご注文いただけるのかな、だといいな空港からラムが消えるああ、ゆきさん、そうなんですよ、なんかね、素敵なツイートをうちのスタッフがしてましたね。私も気づかなくて。見た？わかんないか。なんかね、粋なツイートをしてたんで、うちのスタッフが。え、もうそんな時間？あ、ほんとだ。もう30分経ってる。ギス君。ギス君からなんか皆さんにお話ししたいことない？いいよ、お話しして。夕食の献立、毎日迷いますよね。スーパーみたいな見たこれ。今日のご飯にジンギスカンはいかがですか？はい、注文。何やんのキツくん。急に注文させて何やんの。予想だにしてない注目されちゃってびっくりしたほらびっくりしてるじゃないですかみんな。あ、ギスパチ先生、ギスと言います。え、よろしくお願いします。注目させて、注目からのもう一回自己紹介大変だねギスくんもあー、なるほどね、なるほど。でちょっともう一回注目お願いしてもいいですか？はいはい、注目。キスくんのかわいいポーズ。かわいいポーズ。あわあわ。
ギス君のかわいい強いほらほら最後だけ強かったちょっとあ、わかったわかった。じゃあギス君のかっこいいポーズこれでいいかな注目してもらえたからね、かっこいいポーズで締めましょう。あ、かっこいいって。よかったよかった。俺もそう思うギス君やるな言ってない？思ってない？そんなはずじゃないって大変だね、今日もバタバタさせられちゃったねギス君ねありがとうギス君。じゃあギス君は今日はねちょっと早く始まりましたので晩ご飯の準備まだ来てしないでしょ。晩ご飯の仕上げに行ってきてください。ギス君ありがとうでは皆さん、ギス君とはここでお別れとなります。最後にバイバイ、さようなら。 CM の後も今日はまったりとお話をしようと思います。よろしくお願いします。今日の CM は何がいいかな。 CM ってなんだっけ。ねえねえ、今日ジンギスカンにしない？ジー君、あれはジン君、ジン君、ジン君、ほらほら、かわいい。もう限界なの。はい、画面戻りましたかね。引き続き、情報お話ししていこうと思うんですが、ちょっとカメラがギス君仕様で離れてますね。少しだけ。はい。はい、ありがとうございます。ただいまです。今日なんですけど、本当になんか、うん、がっつり話すことがなくてですね。じゃあ今企画中の商品とかちょっと、ああぜひぜひお見せしちゃいますか。しちゃいますか。企画中の商品お見せできるものは、うん、今日はですね、今日はちょっと6月の頭ぐらいにね、ちょっととある企画が、あ、東京駅じゃないですよ。東京駅じゃないやつがちょっと1個あるんですけど、我々今日説明会を受けたんですけど、ね、あれそれってまだ発表されてないんだっけ。発表されてますね。されてるね。されてるよね。されてるわ。あれされてたはず、うん、出てます。情報としては出てます。ぬるっとぬるっと、はい。まあちゃんとね、何をやるかとかそういう話はされてないけど、うんうん、出展すること自体はもう出てました、ね、出てましたよね、はい、出てますか。そう、6月の我らがジン君が所属するラムバサダーですね。はい、はい、ラムバサダーの、まあ、オンラインイベントというか企画というかね、うんうん、ただ今ちょっと進行しておりまして、そのタイミングで、まあ、新商品もね、うん、ちょっと出せたらいいなと思って進行しています。今、まあ、今日みんなで全国みんなでね、ラム肉を食べようっていう趣旨のイベントなので、うん、
我々としてはそのジンギスカンそぼろだとか、うん、ラム肉を美味しく食べれるスパイスだとか、うんうん、まあジンクン七味ですけどね、はい、そういったものをまあ中心に出品しつつ、やっぱりグッズの方もオンラインということで、はい、ちょっとそれにちなんだアイテムをね出せたらいいなと思って今進めているところでございます。はい、はい、お、いいですか。はい、1品目、油性。油性、何インク使ったかとかね、ちょっと貼ったまんまになってますけどこちら、これだけ見たら分かんないね そっかそっか、じゃあね、我慢してくれてる方もいらっしゃるよね、分かる分かる。はい、これは何だろう。あ、そうそう、早いですね。そうです、スマホスタンドです。正解正解ちょっと立ててみる。待ち受け画面ちょっと見せられないからどうしてですかちょっと恥ずかしいから見せられないけど、こんな感じ。私はこれ iPhone11 でもね、薄いからスイッチはちょっと、スイッチは厳しいな。厳しいですね、はい、こんな感じです。わかるかな、ちょっと伝わる。私の iPhone11 です、はい、スマホスタンド、スマホスタンド、動画見るときとかね、うん、ええやん、はい、1品目スマホスタンドでした、でした。2品目、3品目続けて、はい、はい、ああ、油性。なんだっけ、まあ、マルチケースというのか、マルチケースポータブル、なんて言うんでしたっけ、モバイルアクセサリー、モバイルアクセサリーケースというのが、まあ、正式名称なんですけど、我々は別な名前をつけましたね。はい、カッチカチじゃなくて、なんだっけ、カチカチポーチ、カチカチポーチ、カチカチポーチ、カチカチマルチポーチだっけ、カチカチマルチポーチ、言いたいだけみたいなやつね。大小、大小、カラーはグレー、レッド、もう一つブラックがあります。今ここにはないけど、ブラックは白インクですか。ブラックは白インクになる予定ですが、分かりません、まだ作ってないから、うん、あ、そっか、うん、黒黒にしたりする、分かりにくいはい、レインさん、そうです、これ前に、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、池袋ロフト、そうですね、はい、この時にハシさんのライブペイントをしつつ、受注会を行った時と同じものでございます。 OL さんのやつ、うん、オフィスラム、オフィスラムか、うん、そうだ。小さいサイズは、中はこんな感じ。ちょっと見えづらいかも、あ、まあ見えづらいかな、見えてるかな、加減によっては見えるね、うん、まあ、真っ黒なんでね、ちょっとあれなんですけど、あ、前回はこっちのサイズのみだったんですか。そうでしたっけ、なんか私小さいの覚えてない今回2サイズ、2サイズです、はい、あ、そうなんです、小さい方は中仕切りがあって、仕切りにゴムバンドついてるのと、うん、こっちが横メッシュ、このメッシュの仕切りと、こっちも同じく横のメッシュの仕切り、うんうん、前回大きいのだけでした、なんと今回サイズが増えましたということで、小さいのもあるよ、はい、ちょっと前のだとかさばるんだよなって人は小さめの方ですね、うん、いや、中にたっぷり入れたいんでっていう方は引き続き大きい方で、こんな感じ、テープと入れて、ペンテルサインペンを入れるとこんな感じ、ペンテルサインペンを入れるとこんな感じ、スマホスタンドを入れると、え、スマホスタンドを入れるとこんな感じ、入った入った、
すごい入るもんですね。で4品目、としては、マルチクリーナー。今ここには現物がないんですけど、マルチクリーナー、いわゆるメガネ拭きみたいな、パソコンのモニターとかをつけるマルチクリーナーを検討中です。検討中です。はい、もう一品だけあります。なーに、受注限定。あ、そうね、はい、受注限定 Bluetooth イヤホン。はい、 Bluetooth イヤホン、うん、これデザインね、Bluetooth ワイヤレス、そう、うん、これデザインこれで確定でしたっけ。確定です。こっちも確定、もう確定です。あ、そっかそっか。はい、これですね、開けて、ちょっと手元カメラで映してみます。はい、近いか、ちょっと少々お待ちください。こんな感じ見えますか。よくあるやつ。来ない、来ないやん。どこにピントいってるの。ねえ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 、こんな感じです。で、壁の緑映した方がいいかもね。あはん、いや、伝わるかな。書いてあるのをじゃあ読み上げて、なんて書いてあるか。肉汁したたるいよいよ肉、ジンギスカンのジンくん。肉汁したたるいよいよ肉、ジンギスカンのジンくんです。ジンくんです。こう、イヤホンとは全く関係ない言葉が書かれています。で、なんかこんな感じ。使ってみたんですけど、いい感じでした。これタップでなんかスキップとか再生とかできるんですよ。あ、めっちゃ喋ってる今なんか。そうだ、本当はこのイヤホン本体にもプリント加工しようと思ったんですけど、ね、タッチ操作で常にここ触るから ね、フラットな部分を触る必要が出てしまうので、うん、まあ、すぐに剥げることはないにせよ、操作しているうちにだんだんプリントが薄れてきちゃうので、うん、ここへの加工はやめまして、やめまして、ケース本体のみの、はい、デザインを配置することといたしました。うんうん、私普段からワイヤレスイヤホン使ってますけど、大好きなんで、あ、これええやんってなったけど買っちゃったんだよね。そう、あの音落とさないように必ずセットで、でこれを、傷ついちゃったらだな、どこに入れよう。ってなった時にこれに入れたりとかね、うんうん、これも守ってくれるから。これが、受注、完全受注になる予定。はい、イヤホンは完全受注です。はい、でお高いんでしょ。まあそうですね、まあ Bluetooth イヤホンでちゃんとしてるやつなので、はい、8888円。末広がりですね。末広がりなお値段です。あ、そっか、メーカー名とか、逆にそういうのが対象じゃないスマホとかもある可能性があるってことなのか。Bluetooth、これですね。うん。
それは詳細はまた追って追って、はい、詳しくまたお話しいたします、うん、まあ今こんなやつを企画中だよと、はい、進行中だよっていう6月6日からですね、なんでございます、はい、いやヘッドホンね、ヘッドホンも Bluetooth がいいの、やっぱり有線がいいの、今そうですよね、ヘッドホンも Bluetooth ですもんね、うん、そうですよね、うん、これね、ヘッドホンは特にイヤホンよりもこだわりが出る、形全然違いますからね、かもしれないですね、私昔なんか4種類ぐらいヘッドホン持ってました、好きで、うん、大していい音楽聴いてるわけじゃなかったけど、つけてるとここ痛くなってきたりするでしょ、うん、耳のところとかね、ワイヤレススピーカー、ヘッドホンは有線で、ヘッドホンは有線がいい、うん、待って待って、耳を塞がないイヤホンって何ですか？首にかけるやつじゃなくて、耳にかけるやつ、骨伝導なの脳に直接みたいな、有線か、有線の方多いですね、へえ、そんなのあるんだ、すごい、ネックスピーカーね、へえ、いろいろあるんですね、家で使うなら有線の方がいいって人もいるかもしれないな、うんうんうん、映画とか見ようとするとね、そのタイムラグが出ちゃうと、そう、Bluetooth ってちょっとね、うん、やっぱりすごいちゃんとしたやつだったら綺麗にいくんですけど、うん、最近ほら何家でテレビもらったんだっけ、あ、テレビもらったのもそうですけど、うん、じゃなくてあれ名前が出てこないんですよ、プロジェクターとかがここ数年すごい売れて、おうち時間とか過ごすのにって言って売れてるってうちも買ったんですけど、うん、だととはいえね、大音量で家で聞けなくて、あ、そういう時ね有線のヘッドホンとかね、いいねって思う、うん、あ、有線でも無線でもいいけど本体にジンくんがいた方がキャラグッズとして買う意味あるかな、まあ、ですよね、ですよね、でもヘッドホンだったら平面の部分こことかに入れられたりするのかな、うん、それはそうですね、うんうん、ヘッドホンはまあ本体に入る前提ですね、うんうん、作るとしたらヘッドホンいいな、ネックファンが欲しい、あ、夏に向けてネックファン探してみるか、あれ前回あれやったところあなかったっけ、あったかもしれない、あった気がします、アポ取りさんにちゃんとツイートしました、あ、事務所から連絡、はい、皆様先ほどご紹介しましたアポ取りさんの新グッズについて、工房アルティスタの公式ツイッターから情報がアップされたようですので、ぜひ放送後見てみてください。よろしくお願いします。ちょっとね、夏に向けての新商品とかも確かに考えていきたいですね。はい、ご紹介でしたよ。はい、そんなご紹介でしたよ。うん、あとはもう51分か。なんかすごい今日すごいゆるっと。ゆるーっとやっておりますが。エアポッドケース欲しいです。なんか商品企画会議っぽくなってきたんで、商品の話しましょうか、じゃあ。なんだなんだ？今試作品を見せちゃおうかな。え、なになに？あー、あれ？前々からね、何回か会議でも話してましたけど、東坊天蘭さんとのコラボ第4弾今進行中でございます。その中の今ガラさんが手に持っているのはグラタン皿、グラタン皿、これ試作です、試作品でございます、試作品です。この底面がもう少しちょっとフラットに
今これちょっとカーブ強いんですけど、うん、遅れ感カオル欲しい、ほほほヒヤッとするタオル振ったらさらに冷たくなるみたいなやつ、うん、まあね、そうだ、はい、耐熱容器になってますので、初もみじ、はい、でオーブンレンジとか、ね、そうオーブンいけます、オーブンいけます、なんならそのまま火にかけることも可能だとは言ってましたけど、まあ、あまりそういう方はいらっしゃらないんじゃないかなと思いますけど ね、これのさらに大きかったらね、火にかけた時とかも使いやすいかもしれないですけど、ちょっとこれ見て私が言ったのなんだっけ、あ、グラタン皿この量で足りるってのが、うからさんはちょっとね、これ2枚3枚必要だと思うんですけどグラタンこの量で足りるってねえ、ちょっとバグ、ちょっと一瞬バグっちゃったって、胃がバグってる胃がバグって、普通ですよ普通、直火ね、一応いける、直火いけます、うん、いけるんだけど、まあね、うん、まあ、また詳しくかな、 そんな火にかけるほど大きくもない、そうじゃ大きくもないんですよね、魚焼きグリル入るかな、入ると思います、うん、うん、食洗機はちょっとこれ手作りのやつだから、前回のも確か推奨しないです、推奨しないでしてたはず、だで陶器なんでね、電子レンジとかも本当はおすすめしないんですけど、うん、小松さんの陶器は割と電子レンジいけるっちゃいけるんです、うーん、推奨はしないですけど、うんうん、ともう一品、もう一品、これはまあ、竹内さんが熱望してたディップ皿、ディップ皿、これ多分商品企画会議でみんなで話してたやつですよね、はい、これデザインはまだ東坊天覧さんのね、かわいいうさぎちゃんのデザインなんですけど、うん、小鉢にも使えますね、小鉢に使ったりソースとか入れてあのディップしたり、うん、少し深めで丸いお皿、これね、すごい丸っこくて可愛いんですよね、竹内さんのご希望、はい、あ、そうですね、鍋の取り皿とか、 なんかそういう風にももちろん使えますし、うん、でなんかね、手にフィットするのなんか全部なんですけど、東坊天覧さんのやつってやっぱり手作りで作ってくださってるから、こう使用感がとてもいいんですよ、そう、持った時になんかこう優しいんですよね、全部、うん、お漬物にももちろん、もちろん、はい、土鍋取り皿には小さいですか、あ、今それ言ってたのかな、こっちかな、土鍋取り皿に、こっち、うん、土鍋取り皿、でも鍋の取り皿にはどっちも使えますよ、タレ皿にもなんなら使える、あ、これね、そう、うん、あ、で、これのこだわりがあれですよね、確かこうやってすくった時に角に当たらない、上までそのままディップで揚げられるっていう、この滑らかさみたいな話をしてたんですよね、楕円形で、うん、ちょっと食いたいな、うん、なんでもないですよぜひまた続報をお待ちいただければと思います、はい、かわいい、お腹減ったね、お腹すきましたね、お肉食べたいですね、あー、お肉解凍してくれたかった。いいや、違うもん食べよう。あ、そういうこと言ったらまた、え、お肉とか焼くのみたいなこと言われそう。気にしすぎねえ、お腹空きましたね。ジンギスカンにします？質問コーナー、急に。急にやるよ、質問コーナー。何か質問ありますか？後ろの画像はラムチョップです。聞かれてない。朝日ビール園さんの。朝日ビール園さんのラムチョップです。いつも背景に使わせていただいております。ありがとうございます。あ、受け皿ね。受け皿って何？あの、暑いから下に置く
たまにラーメン屋さんでも下にお皿引いてるところあるでしょ。まあ鍋式かな。鍋式ね。ラムチョップ当たった人も届いてるのかな。当選者決まったんでしょうかね。はい。今日発送。え？明日じゃないですか。明日か。明日発送される予定なんですよね。そういえばね。で、聞いております。聞いております。発送はオーガニチックさん。さん、はい、あの MLA さんご指定のお肉屋さんから直接発送されますので、はい、これって画面に映ったことあったっけ。あ、あるはず。あったよね、うん、今ね、鍋式出てるんですかっていうご質問もあった。今さっき注文したバースデーと、バースデー届きました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今鍋式の話出てたから、これから出る予定なんです。これ見せましたっけ。多分試作…え、いつか見せたかな。見たっけ。鍋式シーキ、鍋式シーキですね。これもうずっとずっと話に上がってて形になったものですね。見せてはいる、見せてはいる。これもあの進行中でございます。はい、鍋引っ掛けるね、フック引っ掛ける輪っかがあってつけてね、うん、使わないと引っ掛けといてみたいな。で、裏面には今何にもないですけど、ないですね。あのジンくんのお顔入りのネームがつくよ。あ、ネームね。はい、今そこにジンくん要素がないので確かに鍋だこれ、ただの、はい、ちゃんとジンくんのお顔が入ったネームをつける予定です。はい、はい、お茶たくさんありがとうございます。喉乾いたで、あとね、これも進行中、進行中、うん、鍋マックさんね、ずっとジンギスカン鍋待たせちゃってますけど、あの進捗ありましたらまたね、あの何らかの形で発表しますので、それまで少しお待ちいただければと思っております。ボトルは予定は今のところございません。うん、ミトン鍋つかみ、ミトンで鍋つかみ、うん、なんか100点満点で可愛くないですかこのセット。うん、やば、素晴らしい。仕事終わった、お疲れ様です。お疲れ様です。私たちにもあと少しで終わります時間を変更してね、はい、お届けさせていただいております。早い時間になってしまいましたが、ミトンでマトン。お、土方くんのマグネットボード届きました。思ってた以上のもので嬉しかったです。おー、ありがとうございます。あれね、とっても素敵でしたねアクトリー、穴開きおたまあると完璧。もう鍋セットですね、完全にね、うん、いいですね。おたまとか昔やってましたよね。キッチンセットみたいな。一瞬やってました。一瞬か。カニホジクリとか。カニホジクールと。カニホジクール。そういうのはね、ちょこちょこやっていきたいですね、まだね。うん、ご飯は行き着くじゃないけど、晩ご飯準備で聞くだけになりました。あ、いえいえ、ありがとうございます。もうね、晩ご飯のお時間だと思いますので、うん、皆さんも美味しいご飯を食べてください。お腹が空いてきましたね。もう美味しそう。やっぱね、でもこのちょっと生と焼きのこのグラデーションが好きです。え、また生肉の話してる。生肉大好き。また生肉の話。ここら辺ね、ここね、リンゴのシントール、リンゴのシントール。ピンクの火鍋いただいてます。あら、だっていいですね、ハトさん。あ、アイラップさんの最強のアクトリーね、あれ不思議だよね。あれね、あれ本当に不思議。うーん、気になります。気になってはいるんです何回かね、羊飼いさんからもね、うん、こんなのがあるよって教えていただいて、その時チェックしてたんですけど、
面白いですよね。大丈夫ですかね、質問。あ、最後に最後に、はい、ただいま、T シャツ店募集中でございます。 T シャツ店は一応日程がまだ確定していないんですけども、6月中旬、じゃあ6月から7月ぐらいでね、はい、今のところちょっと発表してるんですけれども、こちらのデザインをただいま募集中でございます。参加要項などについてはコボアルティスタホームページなどからご覧いただければと思います。でこちら、デザイン確定しまして、開催決まりましたら電脳購買部で今年も、開催となりますので、いろいろなデザインが並ぶ予定ですので、ぜひぜひお気に入りの夏の T シャツをゲットしていただければと思います。なんか書かなきゃ、新作よろしくお願いしますよ、うん、ちょっとね、過去一瞬やったものも、はい、復活させようかなと思ってるんです。へ、誰が期待待ってるかわからないですけど、へ、あれなんですよ、橋さんのお子さん、あー、お気に入りのやつ、お気に入りの T シャツがあったんですよ。あれ、うん、あのシリーズ、カニ、うん、カニと何だっけ、エビ、カニとエビ、エビか、はい、私私売れないですもん、私のなんて。ヤクマ様、今年も出してくれたらいいですね。いいですね、うん楽しみに、どんなデザインが並ぶのか、ぜひお楽しみにしていただければと思います。で北海道在住の方で、そうです、デザインを、まあ、北海道在住、あ、まあ、在住ってなってるか、まあ、ご出身の方とかもね、うんうん、はい、募集しておりますので、うん、ちょっと書いてみようかなっていう方はね、ぜひお気軽に応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。終了、かなり、そういえばドラが鳴っちゃったけど、羊は生肉で食べれるのですか。エムさんね、うん、レア気味で、生はそんなに、おすすめしないですけど、うん、牛とかと似たような感じでね、レア気味でも食べれます、うん、そうなんです、ね、焼きすぎない方がいいぐらいですね。羊のお肉は焼きすぎると本当に硬くなっちゃうので、うん、新鮮なお肉はもう何秒焼いて何秒焼いてで提供していただけるお店とかもあります。そうだから牛と近いイメージかな、うんうん、鶏とか豚とは違って、あー食べたい食べたくなってきた。というわけでお腹が減ったので、この時間で終了とさせていただきます。次回の放送は、はい、今日が17だから6月の24日を予定しております。24日放送時間どうします。今日と同じにするかい。同じにするか、今月中はね。あ、そうですね、いつもの時間だとちょっとね、電車も混んでますしね、っていうことも考慮して、帰り、うん、うん、あ、違う、あ、そう、なんか疲れた人がいっぱいなってる時間だ、はい、いつもだから逆にその時間の方があれだよね、きっとね、人は少ないかもしれないけど、少ないけどね、飲んでらっしゃった方が、あ、そう、飲んでらっしゃった方がいる時間ではありますね。今でも飲食店やってないからね、その時間ね、まあ、ちょっと一応6時の予定、はい、で行こうかなと思います。はい、はい、では本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、そして時間があればまたね、動画とか、配信とかでお会いできればと思います。ありがとうございます。またお会いいたしましょう。今日はゆるっとしててごめんなさい、かなりゆるっとやっちゃいましたありがとうございました。ゆるっ